川口駅は、鳥取県最博軍大船長国の部にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。駅名の由来は南側にある、中国地方一の、広報法規体山にちなむ。快速、鳥取、ライナーのうち、鳥取方面きは、大半が、米子方面きは一部が停車する。相対式2面2線のホームを持つ、列車交換が可能な地上駅で、無人駅となっている。 安全側線がある。鳥取県内の山陰本線は、多くの駅が海側に駅舎があるが、大仙口は大仙側に駅舎がある。互いのホームは、古戦橋で連絡しており、米子駅管理の無人駅だが、駅舎内に自動券売機が設置されている。駅舎は、1954年に完成した、コンクリートブロック作り平屋建て約135平方メートルのものである。 2017年11月に JR から地元に維持管理費用の軽減を目的に駅舎を大幅に縮小して地元に譲渡することが打診されていたが2018年になってからの交渉により地元が一部費用を負担することで待合室の規模や設備を維持し土地は JR、建物は地元所有とする形で駅舎の改良工事を進める方向となった。 建て替え工事は2019年9月に開始予定。2003年の鳥取県鉄道高速化事業により、1番乗り場を上下本線、2番乗り場を上下副本線とした一線スルー構成となり、通過列車は1番乗り場を通過するようになった。かつては鳥取駅より、米子駅よりの分岐とも両開き分岐だったため、すべての分岐器を交換する工事となった。 2009年11月8日まで構内に保存されていた D51625 機。老朽化に伴い SL を所有する大船長の財政難により修理費の目途が立たず解体された。当駅発のバスは2007年10月1日の改正で全路線が大船長内の海の運行に変更されたが、米子駅方面の直通便が復活している。快速。 鳥取、ライナーの隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。西日本旅客鉄道 A3 院本線、名和駅マイナス大山口駅淀江駅、AB 杉山ただし、ト JR 大山口駅建て会駅舎の設計を、学生に、朝日新聞デジタル。2018年11月27日閲覧。JR 大山口駅新駅舎は山小屋風。 NHK 鳥取ニュースウェブ2019年4月22日閲覧国土数値情報2019年7月4日閲覧国土数値情報駅別乗降客数データ国土交通省2020年9月3日閲覧口果てる姿忍びない駅前の D51 解体へ読売新聞2009年10月19日ありがとうございます